1995年12月25日17時30分頃、JR 西日本の福知山線、相本駅で、笹山口発大阪行きの快速電車が停車する際に、停止位置を行き過ぎ安全側線を150メートル走行した後、車止めの石に乗り上げ前3両が脱線。乗客10人に怪我はなかった。運転士は非常ブレーキをかけながら駅に進入したが止まらなかった、と証言。後日の報道で事故当日の雪によりブレーキシューに雪が挟まり非常ブレーキが機能しなくなったのが原因だと判明したと報じられた。この事故がきっかけで福知山線内を走行する電車にも大切ブレーキを装備することとなった。